はい、ソロギターアレンジ講座第11回としてですね、前回のオーラリー、いろんなアレンジね、アルペジオだの、ブルースだの、ラグタイムというかまあ、ギャロッピングでのアレンジ3つ作ってみたんですけども、ちょっと僕的にこう、ブルース風と、こうラグタイム捨てがたいなと。なので、今回はですね、イントロエンディングつけて、なおかつブルースからこのギャロッピング、これつなげてね、途中でアレンジがぐっと変化するようなスピードアップするような、アレンジでいってみようかなっていう判断をしまして、まずイントロをつけます。そして、ブルース風アレンジをまあルバートっぽくちょっとねこう雰囲気を出して弾きます。で、つなぎのフレーズを入れて、このギャロッピングのまた前回やったアレンジをね弾いて、でそこにエンディングをくっつけて終わると。この後ねかなり長いもうレパートリーとしてね、いけるような構成になりますので、そんな感じで行ってみたいと思います。なのでまずイントロくっつけてね、ブルース風アレンジ、そしてこうギャロピングにつなぐ感じ、これをね、どんな流れになるかを聞いてみてください。はい、という感じになりますね。だいぶこう本格的にね、ちゃんとイントロから入って展開がね、曲2つのアレンジでこうね、曲の途中で展開して、なおかつエンディングで締めるというね、まあアレンジっていうのはちゃんとここら辺ぐらいまできちんとしてね、まあ一つの自信持ってこう演奏できるアレンジになるかなとは思うんですけど、まあ今回はね、ちょっといろいろな試しアレンジしたらなかなかいいのがブルースとギャロッピングできちゃったんで、ちょっとね、まあ無理くりですけど、ブルースからギャロッピングの流れでね、こう、だんだんノリがあるようにっていうか、こう、スピード感が増すようにっていうね、展開にしてみましたけど、まずイントロから説明してね、今回はだから新しいところはイントロとエンディングとつなぎの部分ですからね、その辺の説明をしていきたいと思います。イントロ!っていうね、一応前半がブルージーなアレンジ、ブルース風のアレンジでしたので、完全にブルースで始めてみようっていうね、その辺素直に、作ってみました。まずこのね、3弦の2フレットから4フレットに滑ったとこ、それと2弦の開放、これでですね異弦同音ですね、違う弦で同じ音を出すという状態を作って、ちょっとごちゃーんガチャーンって感じを出します。その後にこのD7 が E7 に2フレット上がって E7 になったとこ、または D が E になったとこ、ここの形をうまく使ってなんていうブルースのフレーズを作ってますね。コードの音を追って、ここフラットサードから
ね、ちょっとこうブルージーな感じをさらに出して、でこっちはペンタトニックの音、それでベースに落とすっていうのが出足です。ベースと、そしたらペンタトニックで、ペンタトニックスケールね、この辺のペンタトニック、あ、間違った、この辺、この辺を使いながら最後ルートのトリル、これもよくやりますね。でコード進行させます、トリルのトリルで E が終わり、そしてコード進行 A になるっていう流れを作ってますね。でコール&レスポンスっていうようなフレーズになって、そして A に、これはもう完全に A のコード、フィフス、セブンス、ルート、フラットサードからサードに行って、ルート、セブンスっていう流れのフレーズ。まあ、Aマイナーペンタっぽいって思ってくれてもいいと思います。で、その後にこのフィフスの音からこう落として、この A のサードまで、5、4、3、2ってこの流れを作っただけですね。で、A でよくやるこの3、4、A ね、A でこのバッキングよくやりますよね。この3、4、これをスライドしてルートで収めてベース、こんなのがついてます。まず A コード、そしてコードの音で、まあ、ペンタっぽいフレーズで、一弦解放から A ですよ、で3弦の解放から次の E に入っていきますね。この3弦の解放から E に入って、この3弦の解放は E のブルースに対してね、フラットサード のブルーノートですので、ね、この解放をドンドンってやるだけでもね、ブルースに感じますので、これを使います。ドンドンドンですね、6の音とフラットサードの音でドン、このサウンドはなかなか過激でいいですよね。1、2、3、4、5です。フラットフィフス、フラット5を入れた後はペンタ。でまたペンタと行く。ダダダダダダ。フラットフィフスからペンタトニックでルートルートルート。次 B7 に行くので、B7 の半音前を一回弾いてから B7。あとはドタンとかでもいいし、ドゥチャーでもいいし、ドゥドゥドゥバラバラに弾いても OK です。で E に落ちるという流れね、これが E、 ペンタトニックで落ちてるだけですね。一回人差し指寝かして、ダーバー、三弦の解放を中指に変えて、フリングからでフラットサード、でルートを3回弾いたら次 B に行きますよと6を弾いて、そこから B で解放、そして E、 1、2、3、4、5、6、7、8、9ってなるような流れで最後締めてますね。 B で終わったら E、 まず1、2、1個で押さえましょう。そして2、2、5、6の音小指加えました。そしたらここからドミナント進行、ドミナントモーションって言われるやつなんですけど、最後 B7 行きたいんです。その B7 に対する5-7が F シャープ7、この F シャープ7に対する5-7が C シャープ7ってことで、この6-7、2-7、5、要は1-6-2-5、よくある1-6-2-5なんです。ですけど全部セブンスコードです。マイナーとかは入れないで、全部セブンスコードとして6-2-7-5-7で B7 押さえたら最後小指でダーバーダー、これを呼び水に、レイレイレイって入っていこうと思いますね。なのでこれ B7、 1-2-5で、なんとなくこうブルージーに入ってたので出足も、ね、最初の人差し指をこれハンマリングすることでブルーノート
フラットサードが入りますので、これでダーやってあげると、イントロからのこのドブルースなね、流れをちゃんとこう受けて自然に曲に入っていけるかなっていうことで、このね前回作ったブルースアレンジの出だしのこの3弦だけはちょっとハンマリングでね、ちょっとブルージーさをさらに出してもらいたいというところが変更点かな。そんなもんでございます。はい、じゃあこのイントロ流しますね。まず異弦動から入って、もうリズムはフリーテンポで、 A に入るメロディをしっかり、クロマチック、どこでチャンタンタンと入って A メロに入ってくるんですね。この辺ちょっと流しますね。これ前回と同じ出足だけ変わりました。ハンマリング入っただけ。ここまではね前回と同じなんですけども、こっからあの次のねパートが始まるわけです。この、ダビダダビダダバダダヌイラタオルメッテ、自然に入っていくようにこのエンドタグを弾いた時に1と2です。 E7 に入ったところ、ここから1と2、3、4、普通だったらこれは A に行くんですけど、あえてこれは E に行くために、1とルート9サードを弾きました。そして自然に E に行くって感じですね。ベースライン的に言えばミーファのシャープソのシャープとかラに行く方が綺麗なんですけども、そうするとなんかちょっとフォークな感じがしちゃうので、あえてここで E のコードを弾いた感じにしましたね。レイクは必ずミュートして人差し指でペロリで、ドゥーパーダで、そのままこの1、2、3、4、1、2、3、4、前回と同じ、これはまあまんま同じですね。今まではこの B7 のところは1、2、3、4、ジャーン、ドーンって終わってました。これちょっとあっさりしたエンディングすぎるので、ちょっとこうね、ギャロッピング風のまたエンディングフレーズを考えてみてみましたので、それをくっつけてみます。1、2、3、4の後にまた3弦のこのブルーノートから E に入ってもらいます。そして、ね、ドーン、こんなリズムをつけてきますね。もう一回いきましょう。3と4とから入りますね。と1と裏拍から入って、と3ごめんなさい、と1と2と3と4と1、2、3、4になります。ここハンマリングで入って、その時にベースこれ6弦合わせますね。と
1と2拍目のベース入れたら離したっていいです。ドンここからターンオンでシーとベースをプリングしたら今度ストローク2、3、4ですね。ストラミング1拍目で2拍目をダウンアップ、そして GA もう一丁、この3回繰り返してほしい。はい、こんな感じ。これ E のね、まんまアップよりもここで開放にして3、5にいった方がブルージーですね。 E でジャンジャッチャチャンチャジャッジャッチャチャンチャってあんまかっこよくないです。ドンジャッドリドーバーみたいなちょっと濁った音を出すのにここで開放にします。そのがかっこいいと思います。さあ次は地味変コード、ね、この5弦から7、6、7、8この地味変コードを押さえて1こんなフレーズを E の E で作りました。1と2、3と4と、そしたら A7 を省略でこのね低い方2本このパワーコード分取っちゃってこの開放使いましょうと。ここがルート、ここがフィッシュですのでね、 A の場合は5弦6弦は開放にできます。で1、2、3と4こんな感じかな。まずこの省略の A7 を弾いて小指でセブンスつけます。そしたら根元を開けてあげてください。で3弦の開放をかばしたらまたもう一回こう繰り返します。 E の地味変コード1、2、3、小指離すと1、2、3と4、こんなメロディー。もう一回いきましょうか。1、2、甘さえもう一回1、2、ね、この地味変コードは裏から入りますね。1、2、もちろんバリエーションとしてドゥッジャっていう風にね繰り返しの時はしてもいいですけど、一応譜面通りなら1、2って裏から入ります。で小指離して3と4と1、2、3と4と1、2、3と4と1、2、3と4でまた E のブルースのフレーズ。で入れて、あの終わりのねフレーズを弾きますけども、この E のブルースフレーズ、これは 5-3-0 で 4-3-2 タラタ、ここが一緒ですね。1と2と3と4と、そして、ベースを弾いて1と2と3ですね。1と人差し指のまま、そして人差し指をスライドして、で開放、5弦の開放からこれ少しクォーターチョーキングしてレッツ定番のフレーズを弾いて最後は E6、最初にアレンジした時と同じように終わるようにしました。こんな流れですね、この1と2と3、4、1と2、こういう定番を覚えておくと美味しいと思いますね。はい、こんなエンディングがつくわけです。じゃあこの2コーラス目から流しましょうね。トイね、そのドンが入った後にあごさえこう終わってきて1と2、3、4で前回と同じ3、4、1、2、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 
1、2、3、そして小指から C シャープ7、で、B セブン、A メジャーセブンから A マイナー3、と C、E。で、マイナー6、小指から入って、で、中指つけて離す、で、S シャープ2、と3、と C、解放1、2、3、と C、ここで、と1、と最後危なかったですね。
ストニート。はい、ということで、ね、ということになるので、ちょっと長くなりましたが、イントロからね、ちょっとブルージーなスローなアレンジ、そして、このズリ、これを合図に、ちょっとアップテンポなこのギャロッピングに入る。そして最後、ギャロッピングのノリのまま、一応ブルースっぽいアレンジでしたよ、っていうことでね、ちょっとブルースっぽい、フレーズも使いながら、そして締めのフレーズは明るく、ティッとドラッタッタララッチャーみたいなね、のを入れてですね、まとまりを作ったという、僕の意図なんですけども、この辺もね、イントロエンディングの作り方としてはちょっと参考にしてもらえればなと思います。全く、イントロなんかは全く違うものをつけても大丈夫です。エンディングも全く違うものをつけて大丈夫なんですけども、一応そこまで曲が進んできてるね、ノリとか、これから始まるノリとかあるじゃないですか。その辺をね、ちょっと考慮して雰囲気を考えていくといいので、その辺も気をつけながら、ご自分のね、アレンジのこうイントロとかエンディングを作るときに、ちょっとあんなのもあったなみたいにね、参考にしてもらえればと思います。はい。ではね、また次、新しい曲をね、違ったアレンジでやってみたいと思います。では今回、ソロギターアレンジ第11回、終了いたします。お疲れ様でした。